洋介です。3つやっていきたいと思います。4つか、すいません。失礼しました。ヨットをやっていきましょう。さあ、いきなりからストレートのように見えますが、これね、1,2,3 とかいう話になってくるんですよね、結局ね。まあ、ドーデュースでいきますわ。ドーデュースでいきます、ここ。よっしゃ！で、これでいきなりから、もう、とどめさそうかな、対戦相手の方。初手切断させたのか？おい、来たー！ヨット！開幕からヨット当てていくっていう。これ対戦相手の方、レジギガスさんね、マリオの方。さすがに初手切断はせえへんかったな。なかなか強気強気の競馬ですね。抵抗してくるもんな。うわ、しかも一六両待ち。やるじゃねえか。お、しかも、手際も早いな。さあ、4生テイスで S ストとなりますんでね。しょうもないストレートと言います、これをね。S ストレート。ほ。15点しか入らへんからな。これ6、6でいこうか。ほい。6来た、おっしゃ。さらに、なんならもう1個当てちゃって、4ダイスを成立させたいが、さすがにまあ、認められず、3つって感じかな。さあ、これはお相手、すごいですよ。デュースですかね。か、あれ、デュースやな、これな。仕事狙っても、しょうもないストレート埋まってるから。6に切り替えてなのか、それとも2続投、2続投やね。切り替えて、3つ狙いやな。まあ、3つで並びかけられるって形やから。外れたならば、エース切り。しかも、手際が早い。やるじゃねえか。やるじゃにけと言うべきですかね。ストレートに見えますよね、これね。1、3、4、5のストレートに見えますわ。いけ！うわぁ！ダメだ！やってしまったかもしれません。いや、でももう続投やで、こんな当たるで。6、2、両待ち。オッケー、ビースト。ビッグストレート30点という形。両待ちやからね。両待ちやっぱ強いわ。これは、ヨットチャレンジ、ヨット切り、もしくは、4。さあ、これは、4ですかね、続投。続投から、まあ、最低保証ライン。いいですね、いいですね。これは俺、取りそうやな、今回も。試合持ってけそう。S スト。じゃあ、埋めちゃおうか。これでも、下から順番に待ってるから、あとはもう、好き勝手すればいいから。自分勝手の、競馬すればいいからね。立ち回り言うんですかね。ドーデュースを狙ってきてトレイに切り替えるか。いや、ノットですね。切り替えずに、続投。まあ、デュースでいいんちゃう？うん、デュースでいいと思いますわ。で、3で3つ当てれば、3で4つ当てれば借金変えるわけやから。で、俺はこれもう、あかんって言われてんの、これ。6、6で、もうチョイスとかその辺やな。うわ。これまずエースに切り替えて、エース別に0で、0はでも痛いからな。1取っとくわ、ちょっと。0は痛すぎる。オッケー。エース切りで。一旦これで様子見よう。おっと、全部6に見えますが。今一瞬全部6に見えたな。帰っていったけど。6ピンポイント雑誌。6、2つ。もう一声？ノット。チョイスを切るか、さすがに。チョイス切った、オッケー。切らしたんでかい。先に切ったら負け理論やからね、チョイスっていうのは。先切ったら負けるんですよ。4を、いっぱい当てます。全部4。オッケー。で、最低保証ラインからもう一個当たれば借金返済です。オッケー。これで借金返済の16点という形。もう隙がないもんな、俺の立ち回りに。あんまり。あと、相手としては、6をね、いっぱい当てるとか。そういう感じの、抵抗する術はあるんですけども、俺に隙がないからな。ヨット切りか？ヨット切り。で、俺は、6か、6やな、これ6でチョイスかつなんか4ダイスとかその辺狙うわ。あ、うわぁ、これ1、1とかやってフルハウス狙って外したら最悪やもんな、これ。いや、ええか、1、1にして、しょうもないチョイス狙うか。しょうもない1、1にするわ。オッケー、6！
で、フルハウス入れましょう。ほい。いいよ。相手としてはもう全部当てなあかんからね。スカターンする暇ないから。これ多分レジギガス君困ってるよな。6ピンポイント雑誌。あ、これはでもストレートチャンス。そうやな。これは狙った方がいいわ。さあ、これ2呼び寄せられないでいく。トレイ切るしかない。お、フォーダイスを切った。こちらとしては何かしら大なり小なりの打点が欲しいから3でいきましょうか。俺もボーナス取らないと危ないんで。ここ3でスカタンしたらどうなんねやろ。ちょっと嫌やな。スカタンだけは勘弁して。オッケー、一応最低保証ない。よっしゃ。めっちゃいい感じやな。6。5、5。これ5に切り替えてという動きになるんでしょうかね。切り替えたな。で、最低3つを当てたいな、これな。8つずれたら、もう、いよいよもうどうしようもなくなってきたな、これ。これやばいぞ。3桁いかへん説出てきてるからね。6、6でいきます。全部6に見えますが。ダイレクト4ダイスエースだよな、これね。これ、欲張ったらあかんのな。4っていうのはでかいから、1になっちゃったら嫌やから。6、6、6、6、1やったらポイント減っちゃうんで。もう4でいく。さあ、これにより、相手は6のフルハウスとか何かしら、おっと、すごい！これはでかい、24。ものすごい得点入ったな。これ大体ラボーナが取りやすくなったね、ボーナスが。で、俺はもう容赦のない立ち回りでもう、さらにさらに加点を狙っていく。頼む！最低保証ライン！ノット！なんだ、チョイスでええわ。2、3、3。3やね。ここはまあまあ、3、3つ当たってもいいんじゃないですか。おっと、当たらないでいく。フルハウスを切って、ボーナス狙いですね、これね。デュース5、俺は。まだデュースでいこうか。デュースで、いっぱい当てて、オッケー、いっぱい当たって、さらにもう一声。まあ、無理か。で、これで5を、3つ当てたら成立か、俺は。相手の方は、何かしらで、多分、ほぼ、ボーナス取れんのかな。3、3。相手がボーナス15点足したらちょうどやから、そう、ちょうどやな、相手な。ちょうど3つで成立。俺は、これ厳しいかもしれんわ。さすがに引けてないからね。で、5、1個と、カッコン。うん、ノーボーナスということで、これ、どこミスった俺。何間違えたんや。あ、5間違えたんか。そういうことか。今間違えたんや。だから取れへんかったんや。てなわけで、225対82ということで、さすがにこのレジギガス君ビビってると思うわ。マリオのアイコンの方。多分もう一回やるやろ、さすがに。納得いかへんって言ってよ。切れてると思うんで。ほら。納得いかへんねん。なんで俺だけこんな当たらへんねんって多分、ブチ切れてると思うんでね。まあ、そらそうやんな。さあ、もう一度やってみせよう。来い。ストレートに見えるんですけど、まあ、どうですかな。安定でいくわ。じゃあ、エース狙い行きましょうか。初手エース切りっていう立ち回りで。ここは最低補助ライン欲しいな。お、最低補助ライン勝つフルハウスだ。じゃあ、エースで。ポチーン。さあ、ストレートに見える。ただ、違うんや。おい、フルハウスおめでとうございます。入れるか？さすがに入れないか。オッケー！まあまあ、それで勘弁しとき。それで6、6とかやってフルハウス当てるだけ結構きついもん。どうだ？ストレートか？オッケー！ 3、4、5、6の2ピンポイント出し、おし、ちょうど顔向いてる！ありがとう！うわぁ！ちょうど顔出してたのにな。今だ！待ってこい、待ってこい、右！あー、くそ。ほんなら、しょうもないストレート取ろうか。15点。おっと、これはやばい。最悪、俺がさ、一生懸命集めたエース3つを、簡単に超えられそう。
もう3つで勘弁してくれ。オッケー、3つ。ほんな俺も4で並びかけてっていう形かな。で、俺先手やからな。あんま並びかけたらあかんな。5でいきます。あ、そうやな。もう S スト取っちゃってるから、もうストレート狙わなくていいや。ほんなら、あ、これも外れたらごめんなさいするしかないよな。あ、当たった当たった。よかった。ごめんなさいするとこやったわ。はい、ドーン。5。ごめんなさいでチョイス入れるとかしかなってなかったからな。4は埋まってますよ。気づかない。うわー、気づいた気づいた。あ、2ピンポイント狙いってこと。うわー、うまっ。2つ来てくれてるやん。で、これ5ピンポイント狙いですが、さすがに確率理論上厳しい。しょうもないストレート同士ですね、これね。で、まあまあ、俺が5がでかいかなってとこやな。お、なんか全部4に見えるけど違うんや。まあ、4でいきますか。4、あかんか。これ外れたらごめんなさいするしかないな。うわ、外れてもうたから。まあ、チョイス、うわー、もったいないな。まあ、チョイス19で今20点ということにしときましょう。チョイスが。しょうがない、これは。さあ、ダイレクトビッグストレート。こちらもちょっとダイレクト当てないとまずいな。来い。B ストレート狙えるけど、狙っても当たらないんで、しっかり4で安定いこうか。OK、ナイス。ここで、全部4来い。4、OK! で、これでさらに、保険が増えた。いい感じ。あとは6で24取ればもう楽ちんやね。これはヨットチャレンジまで行かれそうやな、さすがに。おっと、耐えていく。うん、ノット。最低保証ラインやね。OK、これで今上回ってるからね。俺が B ぶち当てれば、完全に上回ることができる。うわあ、もうデュース狙わなくてもいいレベルやもんな。まあ、一応、加点しとくか。あんま甘えたらあかんの。4点でいいや。OK! よし !6 点取っといたら、まあまあいいでしょうって感じやろ。下狙わなあかんもんな、これ。トレー。333が成立。もうやめて。OK! まあ最低保証ラインと。うまいな、相手立ち回りが。トレイ6。6やで、それ。3! まあ、6か、この場合は。33の7拍子みたいな、こういう立ち回りもありますけどね。6で行くか。7拍子は外れたら嫌やもんな。オッケー。で、4ダイスに、さらにヨットチャレンジで、かますわ。回ってこい、6。よっしゃー!やった!ドーン。さあ、これはあえて6ピンポイント出し。666狙いやね、これね。66、まあ、デュース切りかな?チョイス切り並びかけてきた。いや、これいい勝負やな。俺も B 取らないと、まずい。B 取らないでまずいから、3、4、5、6で2待ちってなるんですけど、その場合はもうあかんから、6で行くわ。そんな感じで当たらへんから、ビッグっていうのは。6。ここで最低保証ライン欲しい。ノットやった場合は、B 切りでいいんじゃないですかね。この30点ってのはもうなしでいいわ。危ないかな、B 切り。B 切りでいいよな、でも。さあ、2-2。ここちょっとヨット当てられたら俺も終わるからな。OK、かわして、最低保証ライン相手うまいな。ちゃんと3つずつ当ててるっていうね。俺も6、3つ当てればもう終わりの話あるから。5-5-5でいきます、ここは。いけ !5! 回転うわーい、回りすぎやって。いや、これはでも狙った方がいいんじゃない?もうだって来るやろ?だって、ほぼ。3分の1くらいで来るから。来ないんかい。ただ3キロか、もう。で、6当てに行くわ。6、3つ18点で。さあ、これにより相手が、
相手も6、3つ、だお互い6、3つ当てなあかんっていう条件戦やから、これ。うわぁ、これ3つ当てられたら俺結構嫌かも。オッケー、フルハウスでもなくてやから、よし、よっと切らした。6しか狙っちゃいかんよな、これ。6しか狙っちゃいかんな、これ。もう5とか言うてる場合ちゃうな。うわ、耐えてよ、そこ！そこ耐えないと。もうあかんやつやん。いや、もうしょうがないな。これはもう、あかんかったら、切るしかない。もう、こうしよっかな。やばい、6、3つ引く勝負なってるからな、ほんまに。じゃああれか、トレイゼロがちょっと、プレミっちゅうこっちゃな。トレイゼロはあかんかったんや。逆にもう、トレイ2つ入れといたらもっと楽やったんや。さあ、これラボーナを取られていく。ラボーナ。そういうこっちゃ、これミスったわ。3が甘すぎた、俺。6来い。4ダイスやから無理か。トレイ6だけ狙って、あかんわ。で、これで、こうですね。そういうことか。トレイゼロは甘えたってことか。なんかもっと切って、絶対な、3、2つでいいんやったら、そっち入れたらよかった。すいません、皆さん。やめて。よし、かわした。まあ、ここでも俺当てたら勝ちやからな。来い！回転回転！ビッグストレーターも切ってるんであかんのな。ほい、6。6来たな。で、ここで一つ来る確率って結構高いんすよね。絶対来い！よし！で、これで、ラボーナ。さあ、あとは、割と質の高いフルハウス相手当ててくるかどうか。うわあ！ダメか！いや！やめろ！うわあ！もう何がじゃお前の負けじゃーって言うぞ。負けたー。うわあ！そらいい思いしてるやろな。そんなピンポイントで引けたらさ。さすがにそうはさせへんぞ。今俺勉強したからもう君に勝ちないよ。俺今トレイゼロで提出したから負けただけや。な。もう君に勝ちないです。もうその辺俺学習してしまうよ。今、わずかに俺に隙が生まれた。その瞬間そこに差し込まれただけや。いいのに見えるよ。さあ、レジギガス君、こっから正真正銘の戦いやろうか。もう俺プレミしませんよ。フラグじゃないですよ。さあ、立ち向かってこい、レジギガス君。しかし、ようあんな質の高いフルハウス、ピンポイントで呼び寄せたな。もうあれしょうがないな、でされたら。エース切り、オッケー。さあ、これは、5で行きましょうかね。S ストレートは、まあ、勝手に当たるやろ。そして、ナイス、6。6の人が、ちょうど5が今回転せんように、せき止めてくれたから。6の人、ナイス。よっしゃ！これはだからもう、5ですよね。4ダイスいったろか。4ダイスいったろ。いや、これ4ダイス26は、いいかもしれませんね。6やったからな。5556やったから。ドーデュースに切り替えて。うん、最低ホットライン。いいね。下から埋めていくって結構いいからね。さあ4-5-6でストレート終わらせるか？いや、これ上ちょっと取った方がいいな、これ。よし、上をね、ちょっと取らないと、バランスが良くないと崩壊してしまうんで。よし。下取って上取ってみたいなバランス、バランスで行こう。さあ、これ5、4つ当てるつもりやな。当たらない。最低保証ライン。でも最低保証ライン上手いよね、レジギガス君。
まあ、デュースかな。ここ俺、最低保証ライン狙っておくわ。に、オッケーナイス。最低保証ラインに、ヨットチャレンジ。ノット。オッケー。トレイ。か、フォー。フォーいったな。レジギガス君これ当ててくるやろ。最低保証ライン上手いから4、1個当たるはず。ほら当たった。この立ち回り上手いんですよね、レジギガス君。さあ、これは ?5 やな。5で。フルハウスは狙わなくていいや。5でいこう。いけ!うわー、転がりすぎ注意か。うん、まあ、いいかな。いけ!ダメだ、エース切りになっちゃう。これはもうしょうがない。狙って外れたから。3、4、5。これはいいパターン。しょうもないストレート狙って、ほら、しょうもないストレートからのビッグストレートチャレンジ。いやー、うまい!強すぎるレジギガス君。あ、俺も、ストレートに見えますね。これは取ろうか。取ります。これでストレート終わったから、いい感じ。6、6、6で4つ当てて借金返済狙いか。うわぁ!磁石使ってない?それなんか画面の上空から。やめときや。これはまだ6か、さすがに。そうやな。で、借金返済や。5でいきます。ナイス。これ2つ来たん偉いな。来い!これ来おへんかったら結構痛いけどね。まあ、来るでしょ、1個ぐらい。お、2つ!よっしゃ !5 で。相手はトレイか下狙うかやから結構これ上から埋まっちゃってるから相手もここから000になるような。0祭り始まるよ、レジギガス君、さすがに。522のフルハウス狙ってがしかし、厳しい。チョイス。ただヨットで一気にね、行かれる可能性あるから怖いな。666。さあ、カモン頑張れ!わー、惜しい!回し込め!帰ってこい!帰ってこないが、まあ、これでラボーナ確定と。ラボーナ。よし。相手は、ストレート狙わへんねや。もう3で、確実にボーナスやねん、先に。ここ外れたら最悪やな、これ。外れたんちゃう?あ、Sストレート当たってるわ。まだ分かりませんね、勝負の行方。同点やもんな、これだって。ほとんど。狙うべきもんが、あんまない、まあ、6とかの、ね、6のフルハウス、まあ、チョイスかな、ここはもうチョイス、ピンポイント雑誌ですかね。6622でフルハウス狙ってチョイス入れるか。えい。あかんかったわ。しかも1。ヨット切ったれ、これ。ヨット切るわ。これ、しょうもないチョイスは入れたらほんま負けるから。ちゃんと質の高いチョイスしないと。え?ヨット。嘘やろ?冗談やんな!まずい!やばい!トレイ?ここトレイか?一回。トレイで加点しようか。いや、でも加点にならねえから、4、5の5の、これなんか、いい点狙おうか。よっしゃ!よく頑張ったぞ!よっしゃ!一回、差を広げます。一回3打しのリード取るわ。やめてな。もうやめとき!あんまりやらん方がいいんちゃう?そういうこととか。5とか6とかあんまりそういうことやらん方がいいんちゃう?
あ、欲張りっていう判定になりますよ。よし、粘った。よし。いや、これ逃げ切るにはすごい点のフルハウスが必要だ。うわぁ。でももう3か、ここは。おっしゃ、3344のフルハウスで、ちょっと加点いくわ。頑張って！ダメか！逃げ切れない！あ、捕まる捕まる！捕まるわ、俺多分。終わったわ。皆さん、ありがとうございました。2つ当てられた瞬間、試合が終わる。ただ当たらないという無限の勝ちはありますが。当たらない当たらない！さあ、フルハウス切って、さあ、俺は超しょうもないフルハウスとかでも、チャンスはあります。よっしゃ！あ、じゃあ3でなんかフルハウスしよっか。おっしゃ！しょうもなすぎやけどな、これ。やる意味ありますこれ。いや、でも、いけ！ 1!3!1! あ、しょうもないフルハウスだ！あれ、これ全部あかんのじゃ、これ。これあかんな、多分。やめてやめてやめて！頼むー！オッケー！ 1 個裏切った！さあ、いかがでしょうか？ドゲーン！あ、でもこれボーナス取ってたとしても俺買ってる？説ありますよね、これ。わからねえな。35出したら？なんぼなんねやろ。あ、買ってたんかな？どうです、皆さん。いやー、すごい戦いやったな。しょうもないフルハウス地味に強かったな。331のフルハウスを取るという。よっしゃー。でもどのような形であれやっぱ勝つって大事やな、ほんまに。これ俺行くわ、ストレート。オッケー。で、16両待ち。ここ取りたいな、3分の1やもんな。出ろ。うわー、ノットか。オッケー、しょうもないストレート取ります。いやー、おもろいな。これ結構レジギガス君がね、うまいから、もう接戦を演じてるんすよね。16両待ちや、これやばい。あー、誰か手ですか？お、かわした。ここは絶対当てたいとこやで。レジギガス君としたら。当たった、すごい。これはしゃあない。16両待ちされたらもう 55% ぐらいで当たるんで。なんなら 60% ぐらいで当たるかもしれんもんな。さあ、それは6でも、破綻させようか。帰ってこい！ああ。6、そのまま、誰かを提出して。うわあ、今全部やったやん。これ6やわ。これ4ダイスも入れたくなんねんけど、6やこれ。6、6、3、3まで行く？行くか。うん、行ってもいいと思うよ。3、フルハウス21点。うん、強いな。ギガスくんうまいからな。全部5に見えるんですけどね。え、これ多分ね、やった方がいいですよって言われると思うんで、やります。5! まあでも16両待ちやからな。でもあかんのかな。なあ、まあ5でいきますわ。あ、OK。じゃあチョイス、ちょっと早いけど、24なんで使っちゃいます。まあ、でもビッグはほんま当たらへんからな。まあ、さっきので外れてチョイスやるか、マシやったんか。挑戦した方がいいんかな？どうなんやろうね。結果論でしかないか、そんなもん。3、4、6。5、来たわ、ほんますごい。強いなぁ。これこっちもちょっと B 当てないと厳しいか。あ、よし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 。5、5、5でヨットとかのチャンスあるから。お、うわーっと、これ並んどいた方がいいわ。並んどくわ。フルハウスも危ない。これ並びかけといた方がいい。5取ってもいいけど、まあ、6で24取ってるから、一旦並んどいた方がいいんじゃないかなっていう。え？やった！何の話？全部綺麗に6来たな、今。どういうこと？チョイス埋まっちゃってるから、
ビースト狙いたいけどな、これ。ビースト行くか。よいしょ。オッケー、ビースト決めた。で、これで、ドン。オッケー。なんとかこっちも抵抗してるからね。いちいちエース狙い。さあ、これ相手ヨット終わってるから、まあ5個当てられてもまあしゃあないかなっていう。4つ。俺としてはヨットで抵抗してちゃんと並びたいな、これな。ヨット来い。4でいきますか。あかんな。これまずい。3に切り替えて、3に切り替えて、外れたら3入れるか？当たってくれた。よっしゃ。な、最低保証ラインでいこうか。外れたらエース切った方がいいんやな。多分、エース0でもいいと思うから。3、2つで入れるぐらいだとエース切った方がいいみたいなんで。うわ、通してくるな。これ、4ダイスか。いや、6並びかけてきそうやな。俺が24取ってるから。いやー！強気！強気 6!4!3!2! じゃあ2でいいかな。で、ヨットとか狙いつつっていうイメージか。あー、今一瞬2やってんけどな。帰っていかはったな。あ、まあ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 いいよ。14はちょっと取れないんで、デュースやな、これは。14フォーダー入れたら、下で負けちゃうから。ただ相手がね、これ4ダイス入れたことによって、相手がボーナス取れないっていう世界線が結構あるから。あ、でもこれでもう4つ当てられたらボーナス確定ラインやな。あ、うまい。あ、でも裏切られた。一瞬顔出したけど。ゴー。おっと、これは、ね。一応ヨット狙えるとこなんでね。いらんかな。当たらへんわ。ヨット狙った方がよかったんか。しゃあない、それはもう。4かな。4で2つ当たれば4入れちゃおうかな。よし、これでいいや。で、あとエース切りとかで抵抗するか。相手がもうだから同じ数字を狙うしかないから、これしょうもなくばらついたら、これ結構きついのよ、あえて。ボーナスが遠のいていくから。ヨット当てられてるけど、ボーナス取れないっていう可能性あるからね。あー、エース狙うか？ちょっと加点狙いで。これエース狙ってあれするわ。あかんか。エース狙い、ヨット狙いしようと思ったけど。まあ、ここはエースで、もう一個来い。ちょっとだけ点が欲しいぐらい。まあ、2点取っとこうか。オッケー。エースでは狙わなくてよかったんかな、もしかして。狙わなくてよかったっぽいな。3に切り替えて、6、バラついた。バラついたらこれ厳しい。6やな。で、俺は5を5つ当ててっていうイメージ。だから5だけ狙おっか。あ、フルハウス？えい、もう一個。あ、ちょうどばらけたな。まあ、ヨット切りましょうか。これ相手がだからボーナス取れないっていうのを願って動く感じやから。結構きついね。相手も切るとこないから。全部その246を指定で当てていかなあかんから結構苦しいと思ったけど、もう一個当てられた瞬間終わりやな、これ。もうやめて！オッケー！それやったらまだチャンスあるわ。うわぁ、でも点高っ！ 5いっぱい来い！集まれ集まれ！ 1 個。5集まって！おっしゃ！もっといこうか！なんなら。全部5でもいいんやから。4！え、でもこれも取らなきゃいけない。伸びろ！伸びろ！伸びがない！伸びがない！ここまでです。
伸びなかった。最後直線。バグに沈みましたね。外れろ。オッケー。いやまだこれなんかあの4ダイス、3の4ダイスとかでワンチャン勝てそうな気もするが、なんか4ダイス来い。あ、4の4ダイス、よし。4の4ダイスはいい、チャンスある。集まれ集まれ、よし。さあいけー、ドカーン。言うてるだけですわ。いやー、乾杯ですね。はい、ありがとうございます。結構粘り込んだように見えたんですけどね、やっぱヨットっていうとこか。くー、悔しいですね。さあ、マッチングしていきましたね。ラスト一戦いきましょうか。マルニセトさん、マニルセトさんですね。これ多分対戦したことある方ですよね。よろしくお願いします。さあ、いきなりから初手ヨットの挨拶代わりっていう概念は一応あるんですけど、どうでしょうか。まあまあ高台数かなーっていうとこやな。エース4つ。さあ、後手からの立ち回りですが、 1,2,3,3 でいきますわ。行こう。じゃあ俺もエースで並びかけようか。いけ、並びかけて最低保証ライン。オッケー。まあ、これは1点で負けたら泣きそうっていう感じやけど、1点で負ける試合ってほんまにないもんな。さあ、それぞれに見えますが、 1,2,3,4。 うますぎるやろ。もうこれあかん、オーラに負けちゃいそう。待って待って、ここで俺も次 B 当てよう。オーラに負けんな。おっしゃ、 B に見えるか。ほら、 B に見えるけど、あ、5抜けたか。じゃあ6やな、これ。無理したらあかんわ。6頑張れ。わー、お前そここらえて、そこ姿勢低くせえや。腰でやらんかい、姿勢低く。24で。3,3,1,2,3すんのかな。いや、3,3早いな、かっこいいし、なんなんこれ。これあれやな、あの、トレーディングカードゲームとかで言ったらシャカパチするタイプね、手札を。ポケモンカードとか、遊戯王デュエルマスターとかで、手札をシャカパチするやつね。シャカ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 っていう、それというタイプですわ。入れ方がもう完全に。シャカパチタイプの人間の動きしてる、これ。なんか、全部ドヤ顔なんですよね。シャカシャカシャカって入れていくから。これカードゲームやってたら多分シャカパチで、やってます。ほらほら、見てほら。この、シャカパチの速さよ。ほら、めっちゃすごいな。ほら、なんなんこれ。どういうこと。そんな早くできひんねんけど。お手手早すぎひん。お。まあ、3,4,5 の S ストレート取りますか、ここ。しょうもないストレートなんですけどね。あー、取れなさそうやな。3で3入れよっかな。あかんかったら3入れよっか。チョイスでもいいよ。23やし。割といいチョイスだな、これな。チョイス23って割とまだマシやから。あんま良くないですけどね。これで当てられたら相手お得なだけやからな。ほら、これ相手お得なだけ嫌じゃない？これ俺が引き悪かっただけやもんな。俺悪ないよな。引きが悪い。3,4 ってなるから、まあ、3でいきますかね。オッケー。3,3,3。で、なんなら、36分ヨットとかあるよ。うわー、ちょっと今一瞬ヨットちらついたな。トレーで。トレーディングカードゲームでお願いします。やばい、全部、同じ数字見える。どうしたの？悩まんでいいで。おい、まあ、フルハウス当てられたら厳しいですから、もう勘弁しといてくれっていうイメージですけど、まあ、それはやばいな。5やな。待って待って、チョイスわかんぞ。そうやで。かっこん。お、S ストレートか。まあ、取りますわ。オッケー。これで並びかけて並びかけてやから、今んとこ別に、チョイス切った点が負けてるぐらいやな。
チョイスがアイテム入れてくれたら嬉しいなって感じだね。俺もボーナスは楽勝で、アイテムボーナス楽勝ラインやから。おっと、これ嫌われたな。4入れる？入れへんねや。5か。豪快に5いきます。特に狙う出目がないので、2ちょっとだけ加点しとこうかな、ここで。そうしよう。2、2つとか1つで入れるしかないか。せやね。ここは多分そんなに大痛手にはならへんわ。2を2で入れても。ヨット切るにはまだ早いからな。フルおうち。ダイレクトテイストでいいんちゃう？そうやろ。66、よし。あ、あかんのか。66やけど。特に狙いにくいんか。まあ、フルハウスが放題数が出れば結構でかい。よっしゃ。提出します。しっかりと1点並びかけてエースの負けてる部分を返しましたね、これで。これ相手6、3つ、4つ狙うといったイメージですが、イメージンググレース。当たった。最低保証ライン。で、これで相手が4、2つでボーナスか。おっと。5やね。5、3つとかかな。2つじゃちょっと寂しくなってしまうんで。うん、これで。なんならもう一声ヨットとかでも。全然いいっすよ。4ダイスも熱いなー、これ。ただボーナス取れないっていうのがほんまにあかんからやめとこ。ボーナス取れないっていうのがほんまにあかん負け筋やから。5。4ダイス狙い。4ダイス狙い、ヨット切りやな。これお互いヨット切る試合やからな。ヨット切りやね。4ダイスを切る。そっちなんや。ね。6でいこうか。これも3でなんかやってもしゃあないもんな。6で4ダイスでいいんじゃない？よっしゃ。ここ、バチンいったれ！上向きの6が1個ある。でかい！よっしゃー！バチーン！ドカーンっていう、これでだから相手ヨット当てないともうあかんで。さあどうだ？いや、それか、振り直してって言ってもあるけどな。4だけ残して、待て待て待て、なんでや、4だけ残さんかい。そうそう、4だけ残してさ、一旦このターンは4に入れるっていう考え方あったんですけど、冷静さ欠いたか、さすがに。で、4ぶち当てて、あ、オッケーオッケー。で、8点でラボーナ確定。ドカーン！そうやねんな。さっき相手4に切り替えれば、まだもう一回4つチャレンジのチャンスがあってんけどな。さあ、これで、しかもラボーナ取れず。これは厳しい。エースチャレンジ。ノット。お、ノットやけど、36分の1まで追い込んだ。かっこ。ういー。ということで皆さん、楽しかったです。それではご視聴ありがとうございました。